ペースサーク。どうも、サクです。今回は、早速、ここに出してますけど、自分にとってのこれ、お宝なんですよね。で、今回これをなぜ開けようかというと、有志の方が、今日、15時から、ガリアンフェスと題して、いろんなガリアンなものをやっていこうっていう形でやられているので、自分は作ることはできないけど、それでちょっと自分なりにこう盛り上げていきたいなというので、このお宝、まだ開けたくはなかったんですけど、ちょっと開けていこうかなと思ってます。で、タイトルにも出していますが、これ、一番くじとか大好きな皆さんからしたらご存知の岩倉圭司さんの作品でもあるんですよね、はい、もうだいぶ昔に岩倉さんに確認してみて、はいそうですっていうふうにおっしゃっていたので、それは間違いないです、はい、これは彩色済みとフルカラーとハックス彩色のいずれかが入ってるんですけど、自分はこの彩色バージョンのフルカラーバージョンのコンプ品を購入しました。このシークレットも入ってるってことですね、はい、ってことで開けていきましょうか。このケースごとかったんですよね。当時525円やったんですよね。このガリアンがこういったものを出るっていうのはなかなか珍しいんですよね。こういう形で残してくださったのは本当にありがたいです。はい、ワンコインのコトブキ屋の商品ですね。自分にとってはドラカップみたいなものです。この気候界ガリアンっていうのは、何でしたっけ、高橋涼介監督の作品なんですよね。まずは高橋監督が一番最初に始めたのは、太陽の牙ダグラム、そしてその次が装甲騎兵ボトムズで、その3作目としてこの気候界ガリアンが始まりました。この鉄の紋章っていうのは OVA と呼ばれるオリジナルビデオアニメとして、テレビ版の続きじゃないかな、テレビ版とはまた別の作品として出てたものなんですよ。前には、レイズラーっていうのがありましたけど、それの前の作品です。はい、ちょっと足、ちょっと引っ張りすぎですね。すごいですよね。これ全部こうやって書いてくれたんですよ。ジンバーヘイ、飛行兵、鉄巨人、シークレット。にやけが止まんないよね、これ。じゃあね、どこから行こうか。やっぱジンバヘイですかね。こういったパッケージになっていました。ここに岩倉圭司と記載されてますよね。いわゆるドラゴンボールとか何でしたっけ、ワンピースなどの人やそういうモンスター系とかはよくご覧になられていると思いますが、こういったメカロボットに関してはあまりご存じない方も
おられるのではないでしょうか。ガンダムも昔作られていたんですよね。もったいないな、なかなか。このコリオやばいっしょ。でも前の僕ボトムズやりましたよね。あれのガリアンバージョンと思っていただいたらいいのかな。この力強い造形、このアーマー。じゃあ開けていきますね。オープンゲート。はい、完成しました。この台座見たら、あ、岩倉さんやって分かりますよね。エフェクトをうまく台座にするパターン、岩倉さんの得意なバージョンですね。この盾、この用紙の仕方とかも本当に騎士って感じですよね。この顔の作り込みすごいですよね。一つ一つのこの装甲のヤバさ、これすっごいな。まあもちろんやっぱり岩倉さん独特のアレンジっていうかそれあるんですけど、裏側の作り込みとかももう圧巻ですよね。こういった感じでボーナスパーツもついてました。これをつなげたらシークレットも確か作れるはずなんですよ。すごいなこれ。もちろん自立します。この槍の長さ見てください。これめっちゃやばいっすわ。はい、ちょっと邪魔なんでちょっと開けました。で次柔道兵いきます。これもボーナスパーツですね。この間のドラカップ缶張った人分かると思うんですけど、これ当時500円出してたんですよ。これ今出そうと思ったら絶対1000円でも無理ですよね。はい、じゃあ組み立てていきます。はい、柔道兵です。いわゆる弓ですね。ここからあの弓としてのこの矢が飛び出すっていう感じですね。この作り込みほんまにやばいっすわ。で、ことぶき屋さんのやつだから結構細かいんで、周りのあのベルゼルガストーリーみたいにガッてやって壊したらいけないんで、ちょっと気をつけて組み立てていくようにします。これね、足の裏もきちんとこう造形されてるんですよね。この時も楽しんで作られたとお聞きしてますけど、作り込みやばいっすよ、岩倉さん。これこの まさに遠距離攻撃する兵士のごとく、この熱い装甲、この重厚さが本当にうまく表れてますよね。このちっちゃいのにこの
毛の細かさもうね、ニヤニヤが止まんないですわ。これね、今買おうと思ったらまずないです。はい、これもたまたまコレクターさんが手放さはったから手に入ったんですけど、アマゾンでめっちゃ高いのがあって、それ無理やぞと思ってたらたまたま安めのがあったんでよかったです。今もアマゾンあるかちょっとわかんないですけど、ちょうどアマゾンの時はコンプ品で2万か2万5千ぐらいでしたね。これはいいっすわ。ミニチュアっていいんすよね。ちょっとロボット棚ちょっと増やそうかな。まあ開けちゃったから飾らなきゃいけないんでね。はい。俺の刻印はサンライズですね。今はサンライズはバンダイさんに吸収されたんで、ちょっとあれですけど。すごいな、やっぱり厄介やな。じゃあ、次は、こっち行きましょうか。気候良平。はい。こっち方少し。やっぱね、岩倉さんの椅子は、このエフェクト台座がついてるんで、結構ね、しっかりと、立つことができるんですよね。はい。あら？ちょっとびっくりした。はい。じゃあ組み立てていきます。はい。こういう形になりました。この足の裏に合わせて、こちらの溝も、いわゆる靴底みたいなところね。それも合わせてあるんですよ。すごいな。で、この縦。なんかこの荒々しい作り、いいじゃないですか。で、こちらのこの、機体ね。確かこの剣がこう回転して、その回転させて相手に攻撃するんですよね。これね、あの、鉄巨人なんで、ガリアンの、確か過去の話だったかな。はい。ちょっと間違ってたらごめんなさい。こんな感じですね。このサイズでここまで作り込みしてるって、なかなかすごいですよね。手の攻撃を受け流して、その隙をこの剣で切り裂く。いや、このサイズだったら切り裂くというよりも叩きつけるって感じですね。そんなことが想像できるようなこの造形もまさにすごいです。ガリアン好き、ガリアンのことを知らない方でも、こういった、騎士系のものが好きな方であったら、なかなか分かっていただけるんではないでしょうか。ほんと、すっごい作り込まれてますわ。みたいなポーズしてるけど、台座があるんで安心して置けるんで、はい、結構助かります。じゃあ次、
ち行くか。ジンバヘ。今度、これのオノバードですね。これね、すごいでしょ。まずこの仕掛け自体で人件費かかるんで、今絶対できないですわ。ここジンバヘですね。で、またこれシークレット。同じジンバヘのこれ。じゃあ組み立てます。はい、完成しました。このように斧を持たしてます。このお腹のところもここまで造形されてるんですよね。ここ見えます。で、この槍とどう違うのか。この頭の角が違いますね。この汚しはこれはたまたま違うのか、そうなったのかわかんないですけど、ちょっと縦の汚しとか、この手の汚しの仕方もちょっと違ってますね。大きく分かるのは頭の角。そこで階級かなんかが違うのかな。なんかこっち汚しがあっさり気味なのかな。まあ、そんな感じですね。そこまで大きくは変わんないけど、斧と頭の角がちょっと違うと。でかいなという感じです。陣馬兵2体と気候両兵、柔道兵といったところで、そろそろ鉄巨人主人公のも行きましょうか。はい。はいって言われてもね。こっちです。エフェクトでかいな。ガリアンですね。めっちゃくちゃかっこいいですよね。じゃあ組み立てていきます。はい、完成しました。鉄巨人ガリアンですね。ちょっと僕鉄巨人の方は見たかどうかを定かでないぐらいあまり覚えてないんですけど、ガリアンといえば変形するんですよ。何形態だったかな。まあ、とりあえず変形するんですけど、でこっちはロボット形態 でガリアンといえば代名詞となるのがこの剣、蛇腹剣。今いろんな作品で蛇腹剣っていうのは出されていますが、蛇腹剣を一番最初に出したって言われてるのがこのガリアンなんですよ。この剣が蛇腹のようになって、虫のように使って、でこう剣のようにこう一体化になったり、そういった使い方ができる、それがこの蛇腹剣と言われてます。なかなかいいですよね、これ。
この中にもう主人公のこの赤めちゃめちゃ映えますよね。でこの辺のこの紋章なのかな、こういったところの細かい造形をきっちりされてて、さすが岩倉さん。でここにわかるかな、ここの台座にも、もう敵兵らしきものがここ倒れてるんですよ。でこうなんかうねうねって出てるけど、そういったものも表現されてますね。すごいな。このガリアンっていうのは残念ながら途中で打ち切りになったので、半ば強引じゃないけどね、もう打ち切ったら結構早めに決まったんで、話としてはきっちり終わったんですけど、このガリアンっていうのは何かって言ったら、またガリアン特集僕やるんですけど、ちょうどその当時風の谷のナウシカっていうのが流行っとって、でサンライズがこれはうちもマックでなるものかというので、まずシリア派の矢が撃たれたのが、ガンダムでおなじみの富野監督で、富野監督は何をしたかって言ったらダンバインを作りました。はい。でそれだけでやればいいのに、同じような時期におい高橋君もやってくれっていうので、そういうそのファンタジー系をやってくれっていうので、富野監督はダンバインというこう虫を模したようなロボットを作って、でそちらでやりました。で結構サンライズが押して、なんとか苦労しながらもそこそこの人気は出たみたいなんですけど、で高橋さんの方はこうファンタジーやけど中世騎士道みたいな感じのこういった作品を作ったんですよね。で最初はいわゆる中世ヨーロッパのような舞台から始まって、なぜかこういった巨大な敵兵が出てくるんですよ。で文明としてはこういったロボットなんかなかったんですけど、劣勢をしながら主人公がこのガリアンを見つけて戦っていくってストーリーなんですけど、実は中世ヨーロッパ舞台ではなく、まあ、もちろん地球じゃないんですけどね、中世ヨーロッパではなく宇宙人のストーリーだったんですよ。なかなか壮大なストーリーで、もし機会があったらぜひご覧になってください。はい、ということで、このガリアンのライバル機となるこの飛行兵、それを開けていきます。ちょっと今心配してるんですけど、こっちもシークレット入ってますけど、シークレットどっか一個なかって組み立てられるんかなっていう不安がめちゃめちゃあります。飛行兵といえばガリアン好きやったらわかると思うんですけど、ハイシャルタット、どう見てもなんかキリコみたいな顔なんですけど、キリコというのはボトムズの主人公です。それがちょっとなかなか嫌な役やったらしいんですけど、僕もねあんまり見てないことは見たんですけど、何回もは見てないんで、もう昔のことなんでちょっと忘れちゃってるんですけど、また機会があったら見ようかなと思ってます。じゃあ組み立てていきますね。はい、組み立てたらこんな感じです。まあちょっと僕思ったのがちょっとだいぶスタイリッシュになってるなと思って、もうちょっとねずんぐりむっくりって言ったあれなんですけど、
で、まあそこはまあちょっと置いときますけど、その汚し塗装になってるっていう部分で仕方がないかもしれないんですけど、この非公平といえばそのシルバーのメタル感がすごいんですよ。まさに映り込むかのごとく。ちょっとそこをもうちょっと定価で欲しかったなと思いました。でもまあこれが500円なんですもんね。この今にも飛び立とうとせんばかりのこの翼、いいですよね。これ汚しで赤くなってるのか、ただ単に塗装が取れちゃってるかどっちなんやろ。手についてないのか。で、台座にやったら、なんか非公平やから、これちょっと飛んでほしかったなっていう気持ちはありますね。でもこのずっしりと構えたこのポーズめっちゃいいっすよね。で、首をこうギュッてこうギュッてなってるところかっこいいな。こう対峙させたら最高じゃないですか。いいな、やっぱりガリアン。ここでシークレットはなんか2つあれ1つじゃないかな、シークレット2つ入ってますね。とりあえずは邪神兵っていうやつをやります。 1,2,3,4,5,67種プラス8か。うわ、でかい。これがボスなんかな。なかなかガリアン見る機会がないんで、ちょっと邪神兵ってあのラストボスってなんてちょっと忘れてしまってて、すいません。これが邪神兵です、はい、すっごい込みとこの巨大さやばいですよね。これね、これはボーナスパーツを集めるとこう邪神兵、この邪神兵ってこれ言うんですけど、それの尻尾も完成するということです。ちょっとこれ全部つながるか見てみますね。邪神兵もう画角入りきらない。むちゃくちゃでかい。ワンピースで言えばカイドウとか、ドラゴンボールで言えば、ポルンガみたいな、それほどの圧巻ですね。もうサイズ比較でしたら。すごいな、これ。そら、ボーナスパーツ、つなげな、入りきらんわ。見て、これ。でかすぎるやん。結構ね、この足というか、この尻尾はいいんですけど、ここの、この槍のこの先、要はこの、入れるところがすごい細いんで、うまく扱わないと折れちゃいそうなんで、その辺は、もし、集められた方は、気をつけてください。でかいな、これ。で、まだシークレットが、あと2個あるんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。
球ってこれどういうことなんだろう。多分シークレット1個入れてくれたのはの発掘風彩色の方なんかなと勝手に思ってるんですけど、じゃあ1個シークレット開けますね。これこれあれ、シークレット2なんかこれ。これいわゆるこっちの何でしたっけ、気候良平のオノバージョンですね。はい、開けていきます。開けてくれてます。はい、こんな感じです。こっちと比べてみましょうか。ああ、装備品が違いますね。頭のこの先と装備品が剣から斧で、この盾も違うと。で、ここの装飾も変わってきてますよね。で、ここのアーマーも違いますね。下のね、ここも違いますね。トゲがあるのとないのと。ちょっとこの辺詳しくないんで、ちょっと説明できないんで、もしご存知の方おられたらコメントください。これバランス難しいな。じゃあ新兵。よいしょ。こっちの方がいいかもしれんな。でもう一個いきます。はい、次ラストですね。おや、一緒だよこれ。一緒だよね。一緒やったらもう開けずに置いておきます。シークレットおまけで、おまけっていうか予備で置いてはったのも裏はっただけっぽいですね。ってことで以上 1,2,3,4,5,6,7,8 点、8点ガリアン開封しました。まあ、ガリアンといえば このドリルのように剣先が回るこの気候良平、そしてガリアンで、廃車会社だったかと、あの、持ってた飛行兵というのが僕のイメージです。でもやっぱり一番最初に出てきたこのジンバ兵、このジンバ兵がかなり印象的でしたね。あのダグラムボトムズでロボットも期待してて、いきなりこういったあの動物型といったものが出てきたんで、え、一体何が始まるのっていう風な感じで思ってました。ちなみにもう最初の時に出てきて、この腹部の穴がありますよね。こっから拡散ビーム砲みたいなのが出るんですよ。
いわゆる剣と盾と弓で戦争してた時代に拡散粒子砲ですよ勝てるはずないしね。でどうなるんやって思ってめちゃめちゃ期待してたら結構早めに終わったんで残念でした。で結構このガリアンのオープニングエンディングに関しても人によってはアニメ界今までのアニメの中で一番最高に良かった音楽やって言う人もおられるんで、もしよかったらそのオープニングエンディングだけでもぜひ聴いてみてください、はい、で今回は皆様もあまりご存知のなかった岩倉圭司さんのこういった作品も実はあったんだぞっていうのをこのガリアンフェスに合わせてお知らせしたくてやりました、はい、なので結構こういったミニフィギュアもされてるみたいなんで調べてみてもいいかもしれません。まあただ岩倉さんももちろんいいんですけど、その造形師さんだけをこの特筆するのではなく、本当に自分の好きな作品を探して、実はこんな風に昔出てたとかあるので、そういったものもちょっと買ってみてはいかがでしょうか。結構ね、注目されてないものに関しては掘り出し物の価格で販売されてたりもするので、はい、おすすめです。さっくんのこれ秘蔵のガリアン今回はお届けしました。これでちょっとガーディアンフェスの方も盛り上がってくれたらなと思います。はい。ハッシュタグガーディアンフェスでされているので、ご興味のある方はぜひツイッターの方をご覧ください。はい。ツイッターの方もぜひともちょっと僕の動画も見ていただけたら助かります。チャンネル登録もやっていただけたら助かりますので、よろしくお願いします。昨日の行ってきた撮影の編集、そしてとあるお店の編集、ちょっと編集がいっぱい溜まってますけど頑張っていきます。週末にある会計さ先生の会計ささんの造形教室、これに向けてちょっとそっちもやりたいんですけど手が回らなくてすいません。そしたらありがとうございました。